今から股関節を内側にひねった時の角度を測ります。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では一度動かします。痛かったらすぐにおっしゃってください。失礼します。痛くないですか。戻します。では測定していきます。戻します。以上で測定を終わります。ありがとうございました。